早速ですが、今回の作品の、コンセプトを、まあ、うちはちょっと質で勝負なんで、でこの夏の写真を撮りに行こうっていう、その移動手段を使った瞬間に奇跡が起こったっていう瞬間を撮った一枚なんで、で自分が江口っていうことを覚えた状態でちょっと見てください。それでは題名をエンペラー吉田さんより真夏の果実、それでは行ってみたいと思います。どうぞ。いやこの写真は非常にいいですね。写真を撮りに行く送ってくれる人がこれでした。はい、いやそれは本当に感動できますね。はい、本当に素晴らしい写真ありがとうございます。ありがとうございました。長崎のアラブル出身2人でした。次でいよいよラストになってしまいます。あっという間です。寂しい。ハーレム中二階の鬼浅井大輔、そしてつぶらな瞳の鬼軍曹村里鬼コンビ、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 早速ですがこの作品について説明をお願いします。映っちゃいましたっていう、ちょっとまさかに、まさかの映っちゃいました。想定外だったと。そうですね、楽しい声ひっくり返ったけど。そうですね、楽しいひとときを写真を撮ろうと思ったらまさか本当に一枚という感じで、はい、撮れちゃった感じです。なるほど。最後を飾るのかどうか分かりませんが、渾身の1枚、題名の方をよろしくお願いします。題名なんだっけ。心霊写真です。心霊写真いきたいと思います。どうぞ。それでは騒然としてまいりましたが、大会特別審査委員長健介さんいかがでしょうか。これ動画アップするんでしょ。これ動画アップするの。まあ、もうこれテクニックはあるんで。本当だ。まあまだやっぱ夏なだけに。秋口ぐらいに収穫した方がいいんじゃないですか。ありがとうございます。ということで、全5作品出揃いました。これよりロイヤルクラッシュの DJ の方々に審議に入っていただきます。果たして栄冠はどのコンビの手に渡るのでしょうか。そして罰ゲームはどちらに交互期待。Here it is, a blue slightly just a bit of a break from the norm.Just a little something to break the monotony of all that hardcore dance that has gotten to be a little bit out of control. It's cool to dance, but what about a dude that soothes and moves romance?
give me a sauce of the mix. And if it ain't broke, then don't try to fix it. And think of the summers of the past. Adjust the bass and let the Alpine blast. Pop in my CD and let me run a rhyme. And put your car on cruise and lay back, cause it's summertime. ついにこの時がやってまいりました。審査結果もう出てますね。はい、出てます。それでは、最終結果発表を健介さんの方よりお願いいたします。おい、はい、絶対勝てるよ。いける、絶対勝てるよ。いける、発表します。第1位は3番、マッツー&工藤、損はしないから見てくれです。優勝です。どうでしょう。とても嬉しいです。工藤のおかげです。優勝の決め手は何ですかね。まあ盤上一致、元反逆児ってことで、はい、もうみんな1位はもうこれで決まりだろうっていう話になりました。よー、それでは、優勝賞品、まずはスイカが贈呈されます。続きまして、優勝トロフィーが DJ 健介さんの方より贈呈されます。中にはビシュが入ってますので、2人とも飲み干しちゃってください。おめでとう。なんかサー君ありそうっすね。おめでとうございます。ちょっといいっすか、はい、その優勝商品のスイカそのまま食べてもいいんですけど、せっかく夏だしスイカ割りとかどうですか皆さん。ちなみに健介君最下位は誰ですか。最下位が一番悩んだんですけど、エントリーナンバー4、エフジアンドエンペラー吉田、夏の果実が最下位。そうしましたら最下位チームはスイカの横に寝てもらって、優勝チームがスイカを割るという流れでいきたいですね。あとヒロタも寝といた方がいいんじゃない。ヒロタも寝た方がいい。特別。それではもう早速なんでやっちゃいましょう。じゃあ本日本当最高の大会となりました。ありがとうございました。一回ちょっと最後に、ロイヤルフラッシュの PR を、健介さんよりお願いします。毎週火曜日レッドゾーンの上で、やってますロイヤルフラッシュ、毎週毎週、こういったメンツで、お送りしてるんで、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。本日は本当ありがとうございました。それではスイカ割りいっちゃいましょう。よっしゃよっしゃよっしゃ。足つけて Thank you.
以上だ。